皆さんやばいです。今からドライブに行こうと思って車を走らせようと思ったんですけども、突然ドーンって大きい音がして、なんだろうと思ったらチャッキーを引いてしまったんですよ。チャッキー、皆さん知っていますか？グッドガイ人形のチャッキーなんですけども、かわいそうにちょっと映したいと思います。どうもシュンズ TV です。皆さん今ですね、バイクが大好きなデュークと一緒にドライブに行こうと思ってたんですよ。でエンジンかけて走らせようとした瞬間、あティア、ああ大きい音がしたな。目の前に突然誰かが現れた。 Yes we Canada。 そうだよねデューク、誰だろう誰だろう、子供とかじゃなかったらいいんですけども、とりあえず誰かを引いてしまったことは確実なので、ちょっと降りて確認したいと思います。よろしくお願いします。いやー緊張しますけども、デュークはそこで待っててね、私が一人で見てきますから。ははティア、ああシュンズ TV 十分警戒してくれ。 Yes we Canada。 そうだよねデューク、いやデュークもとっても勇敢になりましたね。前はビビリだったんですけどね。いや果たして何を、あれちょっと待って、子供ひいちゃん、違う、ちょっと待って、あれは一体何なんですか？子供にしちゃ小さいですし、一体あなたはって、これちょっと待ってくださいよ。チャッキーじゃないですか？過去の動画見てくれた人はわかると思いますけども、チャッキー、なんでこんなところにいるの？おい、早く助けろ。動きが取れねえんだよ。そうか、かわいそうにちょっと引っ張り出すからね。よいしょと、あれちょっと待って、よいしょと。おい、そんな引っ張ったら痛えじゃねえか。そうか、かわいそうに。いや、どうして君急に車の前に現れたの？危ないじゃんよ。よいしょと、ダメだ。全然抜けない、挟まっていますよ。何か方法考えるからそこで待っててね。あまり待たせんじゃねえぞ。わかったよチャッキー。まったくもういつでもそうやって偉そうなんですから。デューク聞いて、まさか乱してきたのはチャッキーだったよ。どうしていきなり私の車の目の前に現れたんでしょうか？過去の動画見てくれた人わかると思いますけども、今現在シュンズ TV の部屋にはチャッキーと、そして花嫁がいるんですよね。ははティア、ああすぐに助けてあげないとチャッキーがかわいそうだな。ああでもどうしてチャッキーは突然車の目の前に現れた？そうだよねかわいそうに。でも私の力じゃどうにもならないんですよ。ああそうだ、トイストーリールームにいるロッキーという力持ちのおもちゃだったらなんとか引っ張り出すことできるかな。ああでも無理やり引っ張ったりして手が引きちぎれちゃったりしたらかわいそうですからね。ちょっと待って、今の音何？ちょっと降りて確認したいと思います。さっきの謎の音は一体何だったんだろう？また新たなものがぶつかってきたのか、それともチャッキーが何かをやったのか。デューク、私が見てきますからね。ははティア、ああ俺からも頼む、チャッキーを助けてやってくれ。 Yes we Canada。 もちろんですよ、絶対に助けてあげます。あれ待って、助けてくれ。 Yes we Canada。 ん？ちょっと待って、チャッキー、デュークはどこ？助けてくれみたいな声聞こえましたけども。俺は何も知らねえぞ、デュークなんてよ。待って、君自力で出たってこと？ああ、簡単に出られた。俺は強い人形だからよ。そうか、君が助かってくれてよかったんですけども、その前にデュークが消えちゃった。どうなってんの、デュークが一瞬で消えましたよ。チャッキーは見ていないと言っているので信じてあげたいんですけども、デュークどこ行っちゃったんだろう。ああ、そうだ、とりあえずちょっとこのチャッキーを連れてトイストーリールームに戻りたいと思います。何かわかるかもしれませんからね。ドライブができなくて残念だったな。よろしくお願いします。さてトイストーリールームに来ましたよ。このチャッキーと一緒にですねデュークが戻っていてくれてればいいんですけども、おもちゃの皆さん聞いてください、今デュークとドライブに行こうと思っていたんですけども、突然ドーンって大きい音がして、何かと思ったらチャッキーを引いて、あれちょっと待って、なんかみんなで何かを探しているように見えますけども。シュンさん、レックスどうしたの？なんだかおもちゃがいなくなっちゃったんだよ。ストレッチやハム、それにウィージーまで。そうなの？だからみんなでこうやって探してたんだ。うわーすごいな。トゥイッチも上の方とか探していてくれていて、見張りの天才のお猿、いなくなったおもちゃたちどこに行ったか知らない？シュンさん、パンフレットとポルカドット、見張りの天才のお猿は言ってるよ。朝起きたらいなくなっちゃったから、夜みんなが寝てる時にいなくなっちゃった
んじゃないかって。そうなんだよ、それしか考えられないからね。そうかそうか、あそうだ、デュークと一緒にドライブに行こうとしてたんですけども、実はデュークまでいなくなってしまったんですよ。なんで、なんで次から次へとおもちゃが消えるの？ベンソンとジョンソンどうしたの？ジョンの TV、 いつもハサミを入れてるところからハサミが消えているぞ。そうかマジかよ。ここに確かにいつもハサミ入れてるんですけども、あーそうだ、チャッキーの花嫁さん、ハサミどこにあるか知らない？あーシューさん、シューさん、何でも知っているスマイリーロックさん、チャッキーの花嫁は言ってますよ、ハサミがどこにあるかなんて私は知らないとね。そうかそうか、信じてあげたいんですけども、このチャッキーと花嫁が来てからというものおもちゃがいなくなったりハサミがいなくなったり、いろいろな不思議なことが起こるな。いやそれなのにどうしてビッグベビーは気に入ってるんだよ。ああそうだ、同じ工場から出荷されたというだけで、もしチャッキーたちが原因だったらこの部屋まずいぞ。ああどんどんおもちゃが消されていく。警察官のポリスステンチ、シュンさん、もしかしたらデュークとドライブに行く途中チャッキーがわざと車を止めたんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ力が強いおもちゃみたいですし、デューク一人でいる時だったら簡単に誘拐することできますからね。もし本当にそうだったとしたらマジで止めないとやばいですよ。今からチャッキーとかをもし家の外に追い出したとしても、デュークとかハムとかいなくなってしまったおもちゃの居場所を教えてもらえないかもしれませんからね。あーそうだ、チャッキーと花嫁さん、お願いですからこの部屋で悪いことしないでくださいね。とりあえずいい心とは二人言っているんですけども、引き続き警戒して、そしていなくなってしまったおもちゃやハサミを探したいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。ああ、消えていったおもちゃたちがどこに行ったのか心配だ。それにチャッキーの格好は私とビッグベビーを足して2で割った感じだな。服装は私に似ているし、顔はビッグベビーのような顔をしているしな。チャックルーズとビッグベビーに質問です。夏はどう過ごしますか？ああ、これから夏がやってくるな。みんなで海に行ったりプールに行ったり、とても楽しく過ごそうと思う。チャックルズ、ビッグベビーに質問です。新幹線に乗ったことはありますでしょうか？日本一早い乗り物なのでぜひ乗ってみてください。ああいいな、夏はみんなで新幹線に乗って海に向かうのはとても楽しいことだ。ボニーは元気ですか？ああ最近ボニーと連絡を取っていないが、私はもともと持ち主がボニーだった。そしてその前がデイジーだ。ロッツォと一緒の持ち主だったが、ロッツォはそこで変わってしまった。またみんなで仲良くしたいと思うんだがな。これを見てるみんな、どうか頼む。チャンネル登録と高評価をしてほしい。高評価の数だけ私の顔にメイクが増える。そしてチャンネル登録してくれれば我々みんなに笑顔が増える。これからも素敵な笑顔でいよう、ビッグベビー。それじゃあ皆さん、また明日。